あ、そうか、こっちから以外は蹴れないようになってんだ。親切だな。詰まないようになってんだ。なんだなんだこの表情は。お前笑ってんのか悲しんでるのか、どっちだ。まだ負けると決まったわけではありませんぞ。お、これは何か暗黒の策を授けそうだな。このケインの憎しみを利用して。絶対そうだ。やっぱりそのために来たって顔してるもんな、こいつ。あっさり捨てたな。何が起こる。うぅ、要素液、要素液に浸してしまった。体のデンプンが表面化。愚かな男め、命の限り殺戮を続けるがよい。紫すぎる。ブラックナイト、動けよお前。おい、あぶねえ。は、え、何これ。プラズマウェーブ。は、ってやつだ。ついにやってきやがったな。こいつサラマンダーよりよっぽどえげつねえじゃないか。うぅ、あ、でもなんか、あれ、弓だね、こんなに。結構スカイロードって強いのかもしんないな、俺が思ってるよりも。ていうか敵がクラスチェンジしねえのか。敵のクラスが多分2段階目で止まってるから。さすがにプラズマウェーブ1回こっきりだな。あんなの何回も使われたらたまんねえよ。あ、よかった、お前 MP 足りねえ。バカは、ふざけんな、あんな何回もされてたまるか。そんなに決着をつけたいのであれば、まあ、もう望み通りにしてやるしかないだろう。あれ、こんな音楽だったっけ。フリーズのテーマじゃねえかこれ。強すぎる。これ多分敵のクラスが低いんだな。フリーズのテーマじゃないかこれ。危ねえ。いや、ついにやってきた敵がサラマンダー。いや、サラマンダーよりよっぽどエグかったら攻撃力。もうちょっと食らってたら全滅しかねないぐらいの。危ねえ。お前も許さんぞ。いや、ほんとちょっとこっちが戦力強くなってきたかと思えば、敵はもっといけつないことしてくんのこのゲーム。は？お前それまさか MB も回復するんじゃないのなのそれ。うわ、このため間違いない。危な。要するにあの結界で回復して、あの結界で回復して何回も打ってくるっていう戦略なんだろうな、あれ。多分5ぐらい回復してると思うから、つまりあと3ターンはあれは使ってこないってことだ。まあ、こっちのギガヒーリングは一発で5で使えるから、そう考えればまだまだ当てる時間ではない。
とはいえ周りの魔法ぐらい倒しておきたいな。まずはこいつらで皮を切る。皮を切る。おじいさん、お前助けに行ってやれ。なかなか渋い展開になってきたぞ。これはこれで5回復するから、こいつ5でなんか5でも魔法使えたりしねえだろうな。射程全員じゃないけど射程無限の単体攻撃みたいな、そんなやってこねえだろうな。敵弱えな、雑魚は弱えわ。あの弓兵なんてほっといてもいいぐらい弱い。問題はほんとあいつ一人だ。残りは雑魚。よし、お、お前耐え上がる。ヒーリングウェーブ使うか。これはどうしようかな。まあ、いや1枚。あ、マンダーが使えねえや。これどうしようかな。ギガヒーリングに取っておこうかと思ったけど、そんなにチャージ一発なら渡してもいいな。なんちゅう動きだホルクス。たけりくるっていう。絶妙に残る。このサラマンダー惜しいな。2人いれば連続であの2人をないと倒せれたのに、やっぱ1人だとちょっと火力が、いや、うまいことできてんな。うまいことできておるわこいつ。どけそこから弓で撃ってやる。お、なんだお前、動くんかい動くんかいお前。拍子抜けだわそれは。さあ見してやる、ホセ、お前のパワーパワー C。相手アーマーだから仕方ない。ていうかアーマーとこの飛行がどういう風にな相性になってるのかよくわかんねえんだよな。なんかそこのとこよくわからない。ただ言えるのはこの普通の線、戦マーク、これこいつは、あ、これやめかも。あ、よかった。こいつはナイトにもホークナイトにも弱い。雑魚。もうやめろよ、もうエクストラヒーリングは。ちょっといつものヒーリングと違う感じがするんだよ、エクストラがついてると。さ
それで回復力上がってるんだよ。やっぱ名前の力って大事だからな。人間の持つ思い込みの力。やっぱただ出てきたものを食うのと自分で作ってその過程を作った過程を知ってるのとでは全然違うからな。エクストラヒーリングってのはそこが違うんだろう。神クズが実はちょっと撃ち殺しておきたいけど、どうしようかな。どう動かす。ボンバーフラーでいくか。こうか、こうか。結構回復されてんなこれ。いかんぞ。そう、弓兵ほっといてもいいや。こいつから行こう。危ないか。あ、でも回復できるか。でこれを回復して身が火で回復して、さあ残るはあと4人。まあ実質残るはブラックナイトのみだ。どうすかな。こいつはもう上に登るか。ホルクソン狙ったぞ。さあどのようなそれじゃあもう、それじゃあもう普通に倒させてもらう。それだったら、その程度だったら。お、敵はホルクスだけを殺しに来た。ホルクスだけを殺すマシーンだこいつら。もうやめろエクストラヒーリングは。一味違うんだよそのヒーリング。エクストラっていう人、一味違うんだよ。その一言添えるだけで、これが言葉の力だよ。なんだこれ、すごそうなものが。クロムネックレス、すごそうだ。うら、まだこのこいつからいくか。あまりにも失礼だこいつは。よし、あまりにも失礼なやつを撃退した。クリムゾンアーマー、殴りもいけますぜ。殴っても強いんやで。さあ、ホセ。ミスターランかい。お前、なんというこの戦い。ケイン・ブラックナイト、ホセ・スカイロード。なんかホセ、ちょっとかっこよくないか。なんかこう、ライバルがかっこいいと、こう味方もかっこよく見えるな。まあ、顔はかっこよくないけどさ。ブラックナイト対スカイロード。この男、主役級。なんという切り合い。この戦い、水を差すことはできんぞ。ほほ、受けて立ったぞ。最後の相手と、最後の相手にふさわしい。修正のライバル。なんてやつだ。これをケイン弾いてくれ。
ぬっ、はじけよケイン、そこはお前邪魔をするなっつって、この戦いに邪魔をする者はたとえ味方でも殺すみたいな感じでさ、頼むよ。ほほほ、怒りが炸裂している。くそ、この旗にはそんな意味があったのか。深く体力いいかな。30いったらんかい、いったらんかい。ブラックナイト対スペルマスターかっこ打撃お前しかもそれ色塗ってたわけじゃないのか、お前かぶってたのか、塗装が剥げたお前どういうからくりだこれ。鎧を着てただけか、それとも上になんか一枚なんか塗ってるだけじゃないかこれ。塗ったもんが乾いて剥がれてきた。アッシュオラキ様の今日、俺から全てを奪った貴様、俺の像は常に貴様と共にあると知れ。俺死んだのかワープしたのかどっちだよ。あれなんか今手に入れたぞ、物を手に入れた。いや楽しいマップだった。結構死んだな、逃げつねえぞ。コバルタの丘、ちょっとセーブしよう。その前に、いやーすげえな、ついにやってきたな。敵があれやってくるとは思わなかった。そして結構いいもん手に入れた。これは早速なんだなんだ、クロームキャリバー誰が装備できんのよこれ。は？ラドだけ？ラド専用装備？攻撃力が2上がった、ふざけろ。2上がって何すんだ今さ。ゴールデンアンクスってなんだこれ、売り物か、ひょっとして。あとなんかもう一個手に入れたんだよな、なんだっけ、ゲニウスかな。ソニックランス、ソロ、ソニックランスじゃないよ、あれも何手に入れた、あれこれ何手に入れたっけ、アイテムか。ライフウォール、ファイヤーグラス、ドラゴンファンド、何これ、すごいね。なんかこういうの全部持ってくか。ソイレントグリーンって何これ。クロムネックレス、これか。これ何、このネックレスは。じゃあエリナにでも渡しとくか。よくわかんない、ここら辺も使うか次のアップで全部。そうしよう、意味わかんねえもんだって。持ってても仕方ないでしょあれ、次のアップで使うべ。トゥルトゥルトゥトゥルトゥルトゥトゥル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 。お前はいつまでこの酒場に入り浸っている。早く放浪の旅にでも出てくれ。この天使の仕上がりぐらいで来たな。このソウルウォーターやべえだろ、これめっちゃ買えばいいんじゃないですか。もうダメな、これ買ったら楽勝だよね、これ買ったら。まあいいでしょう。ちょっと次、チラ見をお願いします。チラ見券を行使。裏切り者、押し込み。怖うちには俺に似てる
おう、何ついに中身も紫になってしまった。危ない、危ない男。めちゃくちゃせせらぎ、せせらぎ半端ない。顔色が悪いのはケインだよ。え、何この音楽。クラウス団長が裏切ったのかと思った。え、こんなの挟むの。いや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 、クソ雑魚じゃん。クソ雑魚じゃないですかこいつら。今さらブラディバトルに出てきたもんな。こっちは強力な弓兵が育ってんだからこんなゲームをやると俺に今さら。お、ボンバーがいるぞ。これクソ弱いやつでしょ、エンパイアなんて。途中に出てきたやつだから。クソ弱いっしょ。はぁ、ボーナスゲームじゃん、こんなの。これなんか一腹あるだろうな、さっきみてえに。こんな簡単にやらせてくれるわけないでしょ。